境辺の泉は、飛鳥時代の貴族。姓は蓮。神は不明。日本書記に引用された、生き地広の磨きにのみ現れる人名である。名前からすると、口述の境辺の岩尾桑の縁者であろうと思われる。斉明天皇5年7月に第四次検討士に、加わり、大使、境辺の岩尾桑の船に乗船し、南馬の水戸裏より出発。白木。 くだら船の影響で、朝鮮半島を北上するルートが取れずに、呉島の道を取って徒等した。9月11日に、筑種の大津浦を立ち、朝鮮半島西南端の小島で台風を避けるなど、用心を重ねている。しかし、大会に出た後、9月15日の日入りの時に、岩桑の船は横からの逆風に遭い、南海の島に漂着し、ここで岩桑らは、 島の富によって滅ぼされた。残された稲積と、東官庁有馬ら五人は難を逃れて、島人の船に盗み乗って、葛州に到達した。集権の官人は彼らを落葉まで送り届けてくれた、という。その後、西明天皇6年10月16日、長い南京生活から解放された、県東福祉のつもり吉祥、伊吉博則らと落葉で再会している。 ありまとを五人に、相見ることありとあるのだから、この時も生存者五名は共に行動していたものと思われる。その後は、吉祥一行に加わったものと思われるが、以後の自責は不明である。境目の連氏は、天武天皇十三年の、発色のせいにより、少ねせいを与えられている。ありがとうございます。